はい、えー、判決が出ました。えー、福岡県の保育園で昨年の7月、園児を送迎バスに置き去りにして死亡させたとして、当時の園長などが業務上過失致死の罪に問われた裁判だったんですけども、福岡地裁は当時の園長などに執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。まあ、判決によりますと、当時園長でバスを運転していた浦上陽子被告と保育士の羽鳥 えー、うた被告は、園児がバスから降りたことを確認せずに、えー、当時、えー、この車内にね、男の子をギザリにして熱中症で死亡させたということなんですよ。今日の裁判で福岡地裁は、極めて基本的な注意義務を怠った過失は重いと指摘したのですが、まあ、それぞれ浦上被告に禁錮2年、執行猶予3年、 はと被告に禁錮1年6ヶ月執行猶予3年の非常に軽い無罪とも言えるようなね判決でしたね。これで到底納得できるわけないですよね。5歳の未来ある若い男の子の命を不注意というね、不注意というか業務怠慢ですね、これね。こんなことで命を奪っておいて、その遺族の悲しみ苦しみはもう拭えないですよ。うん、やっぱりこうね、 遺族のお母さんは,半は軽いととととと感じたと苦しんでたんだと思うと涙が止まらないといや、こういうことですよね。まあ、あの、この、エンジ置き去り事件ってのは、なんで亡くならないのか。それは、罪が軽すぎるから、注意も様になる。そして、いい加減な気持ちの人がね、こういうふうな業務に携わっていて、人の死に関わる、命に関わることを、ま、なんとも思ってないってことでしょうね。 まあ、この被告とされてるお二人の方中心に、裁判所で刑を決められないと自分でね、自分を裁けないのかなと思うと、ちょっと情けない気がしますね。この執行猶予を放棄して、禁固刑も自ら申し出てね、もっと延長するように、自ら上申してもいいんではないかなと思いますが、皆さんいかがお感じでしょうか。最後になりますけども、くれぐれもね、 同じような事件が起こらないように、そしてお亡くなりになった方に、これからも、うんあの、思いを新たにしてですね、お悔やみを申し上げたいと思います。